モカ太郎の動画。はい、こんばんは、モカ太郎です。前回のマインクラフトのノイズ混入の件申し訳ございませんでした。なので今回はノイズが入らないように撮影したいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。はい、それではやっていきたいと思います。まずヘッドホンしないとね。あ、自分の声が聞こえる。ヘッドホン越しから自分の声を聞くとすごいこもって聞こえる。なんか補聴器みたいな聞こえ方がしますね。補聴器ってこんな聞こえ方するんですよね。それでは行きましょう。ポチ。はい、おはようございます。それではですね、今回やることはですね、この羊牧場、ちょっと目うるさいんですけど、すいませんね。はい、それではこちらが私の牧場を上から眺めた視点でございます。でね、現在わかる通り、1,2,3,4,5 3マスが5列なので、3、5、15で16色の羊を今現在保有していることになります。でね、こちらを見ていただきたいんです。はい、こちらがマインクラフトのウィキになります。でね、羊の色は全部で何色かというと16色あるということがわかります。それで私はあと1色が足りないことになります。で、その1色は何かというとこの茶色になります。で、茶色い羊を作るにはこのカカオ豆というものが必要になっていきます。で、カカオ豆はどこでゲットできるかというと、バイオームがジャングルのところでしかゲットできないので、非常に入手が難しいアイテムになっております。そう、バイオームでジャングルがなければもうそこで、その時点で茶色の羊は作れないわけですから、非常にレアな羊になっております。だからね、茶色い羊を小麦を持ってこう誘導させて、その茶色い羊を繁殖させるっていうのも一つの手なんですが、私は絶対にカカオ豆から作りたいと思いましたので、カカオ豆をゲットすることにしました。それでですね、ちょっと降りますね。で、今15マスの羊牧場を所有しておりますので、もう一枠羊が住めるところを増やしていきましょう。それでは一回降りますね。どこに作ろうかな。ここに作っちゃおうかな。どこに16色目を作ろう。なんか書いてある。2016年2月6日、イカスミ羊、ここに誕生。あ、2月に作ったんだ。黒羊は2月6日に作ったんですね。はぁ、あ。いいね、こうやって立てとくとわかるね。ここに作りましょう。ここに作っていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それでは、16色目の。羊が住めるところをこんな感じで作りました。で、この2匹の羊をカカオ豆を使って茶色にすることができれば、見事16色全種類の羊を所有することができるということになりますね。それではやっていきましょう。まず降りようね。で、私前回の動画でちょっと皆さんにお見せすることができなくなってしまったんですが、4時間お家に戻るために4時間かかりました。最終的にコンパスを作ってお家に戻ることができたんですが、4時間かけているその迷子の途中で、なんとジャングルのバイオームを発見しましてですね、このカカオ豆をゲットすることができたんです。とっても嬉しかった。でも4時間ですからね。4時間のカカオ豆です。4時間かかったカカオ豆、4時間かかったカカオ豆ですね。はい、それでは行きましょう。いくよ、せーの。こっち茶色くなった。こっちで、ちょっと小麦をあげましょう。よいしょ。これで茶色の赤ちゃんができるはず。できたー。はい、ということで全色の羊誕生でーす。やったー。ちょっと上から見てみようよ。上から見ますね。はい、どうでしょう。数えてみようか。1,2,3,4,5,3,5,15,16色。うん、見事16色の羊をゲットすることができました。いやー、嬉しいな。これ念願の16色ですよ。これは嬉しいですね。私にもできました。16色の羊ですね。いやー、いいですね。いい眺めだ。せっかくなので16色記念の看板を作りましょう。ちょっと降りようね。いやー、嬉しい。私にもできたよ。ちょっと看板を作ってくるので少々お待ちください。いや、ちょっと雨降っちゃったけどね。降っちゃったけど、天気悪いけど最高にいい出来事が起こったので嬉しい。ここにしよっか。ここに看板をつけましょう。
軽い石がない。まあ、いっか。多くの木材でいい。それでは、看板をつけていきたいと思います。タッチ？あ、ちょっと、タッチが、タッチが私の靴箱をガジガジしてますね。タッチ、大丈夫？元気だね。はい、それでは行きましょう。はい、それでは2016年5月の2日、虹色羊牧場、ここに誕生。いやー、嬉しいな。完了で。なんか向き微妙じゃない？なんか向き微妙だね。なんでこっちは若干左面を向いてるのに、こっちは正面なんだ。まあまあ、いいか。なんか。はい、ということで、2月の6日から始まり、5月の2日で見事全色揃えることができました。あー、見えちゃった。隠してたのに見えちゃった。隠してたのに隠してたのに見えちゃったよ。あー、まあしょうがない。ちょっとじゃあ行きましょうか。私ちょっと村を工事中でしてね、こんな感じで。ゴミを回収する車が通ってる。タッチが吠えてる、それに対してすいません、すいません。はい、それではこんな感じでね、今ちょっと村をレイアウトしているところでして、これまだできてないんですよ。なぜならこの剣の端っこがさ、こうシャキンってなってないでしょ。これちょっと難しくてまだできてないんですけど、こんな感じでちょっとあるものをね作ろうと思って今頑張っているところです。はい、ということで無事虹色、痛い痛い、なになに、なに、鳥さんも一緒にエンディングを迎えましょう。いいかな、雨降ってるけど、ごめんね。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。次回ネザーに行くよ。